本編の前に、お知らせだよ。前回、次回予告で確定の雪辱という話を、やるとお伝えしましたが、うぷ主のとある都合上、中止にさせていただきます。誠にすみませんでした、すみま。お前、心を込めてちゃんと謝罪しろや。すみませんでした、すみまと言って、誠にさせーん。いい加減にしようね。やめろー。名列車で行こう。西武鉄道編、第7回、イシュドア混合編成。この動画は、よくよく考えればぶっちゃけ提供者がいなくても、お送りできます。お前さっき病院に運ばれたはずじゃ。2秒で復活した。あ、そう。西武鉄道は、古い部品を大切に使いましょう計画。元い古い車両の部品の、使い回しが得意な、鉄道会社として知られている。例えば、1万系は5000系の床下機器を、そっくりそのまま頂戴していたり、4000系、9000系は101系の、床下機器を有用している。ちなみに、9000系は車体は、新2000系、方向膜は6000系と、同じものを使用。車内も6000系の設計を、そのまま利用し、エコ活動に取り組むために、爆音と熱をまき散らす抵抗制御から当時生産中の2万系と同じ VVVF インバーターに取り替えた。つまり、9000系は101系、新2000系、6000系、2万系、この4つの形式の主要部品や共通部品を利用して作られたので、西武の究極ハイブリッド電車なんて呼ばれているくらいである。有用部品を使用している電車と、言ったら今取り上げたこの3種類くらいだけ。と大抵の人が思っているだろう。しかし、まだ有用品を使っている電車がもう1種類いることはあまり有名ではない。というわけで、早速紹介しよう。あれ、2000系じゃないか。この車両のどこが使い回しだって言うんだ？と。心の中で思った人がいるかもしれない。これは、2000系の2007編成だ。この編成は、2つのとある事情があって、ドアの形がそれぞれの号車によって、違うようになってしまっているのだ。え、そんなの武蔵野線とかでよく、見るって？それは今回は別の話としてほしい。とりあえず、この写真を見てもらおう。まずは、それぞれの号車のドアを見ていただきたい。窓枠が二重になっているのと、普通によく見るのが二つ混合しているのがわかるだろう。一体なぜこのようなことになっているのか？それは、今の8両の2000系は、もともと西武新宿から上石寺一軒までの、朝ラッシュの混雑緩和のため6両編成で、登場し走っていたが、混雑度が年々増していきこのままでは不便だと、会社が思ったのか、2031編成と、2033編成の、組成を解除し、この中間車8両を、2001編成から2007編成にそれぞれ2両ずつ入れて、8両編成の2000系を、作っていった。それで残った先頭車たちは、2両編成に改造されて、無駄のないようになった。そんな状態で今も走っているのだが、なぜドアの種類が違うのか？さっき2031編成、2033編成と、2001編成から2007編成の関係を説明したから簡潔に答えを出すことができる。それは、2031編成と、2033編成の、ドアが、よく見る普通の形のであって、2007編成はなんと実は701系の、有用品だからである。節約なのかは知れないが、6両編成分、24個のドアを用意するには、701系4両編成を、2台用意すればぴったしに、補うことができる。
ちなみに、なんで2031編成と2033編成はバラされてなくなっているはずなのに、普通に今新宿線を走ってるのかというと、昭和52年に雪の影響による追突脱線事故が田無で発生して、事故該当車の2000系8両が廃車になってしまった。しかし、このままでは車両不足となるため、2000系6両2台を申請し、その車両に与えられた番号が以前バラされた2031と2033編成の番号をまんまと使用して現在に至っているというわけである。話が長くなったが、簡単にまとめれば、2007編成は701系のドアを有用していて、真ん中の中間車、元2031あるいは2033編成は、よく見る一般のドアが利用されていたので、このような混合編成になったということである。結局よくわかんねえ。そう思ってしまった方、誠にすみません。そんな2000系も登場してからもう37年になる。鉄道車両の平均寿命は40年程度と言われているので、現在駆逐が進んでいる3000系が全滅したら、2000系の一部の編成に廃車が出る確率も出てくる。今は2008年からずっとこの3ま、写真間違えた、これだ、間違えた、これ3万系の量産が続いているので、もしかしたら近いうちに2000系が廃車になる可能性がないことはないのだ。西部から黄色い電車が消えるのはそう遠くないのかもしれない。それより、さっきなんて私の写真出るところに一瞬にで卵とかおなしが出てきたのよ。まあまあ、そう怒らずに。なんかこの名列車シリーズって私の扱いがひどいのよね。1回目の時も5回目の時も特に。そんなにひどい扱いするならもう私もう終わったよ。へえ。